素数だ素数を数えよう素数を数をえていれば、ジョータルを持っていないことなんて気にならないはずだ。そう。だって、俺には、ドン・キホーテがいるから。つうわけでね、結構強めにしたドン・キホーテを編成して、ジョータルの穴、埋めていきましょう。で、友情枠としてジャック・ザ・リッパー、その誘発薬としてアンドロメダ。こういう編成でやっていきましょうかね。メダちゃんもね、今みたいにハマってあげれば、別に全然軽く出るから、使える。で、アップポジキラーを持ったドンキは、 ちょっとミスっちゃったけど、強いんよ。マジ強い。で、リッパーちゃんの友情は結構低レベルでダメージ稼いでくれるから、マジ神。ただし、ぶん殴れないから、まあそこは、いたしかってないけどね。ほら、左上の、左上のあの硬い雑魚。あいつの HP 見てください。めっちゃ削れてます。すべては、リッパーちゃんのおかげです。で階段打ちで、余裕、オッケーそう。この子はね、今、急遽作ってきました、ドンキホーテー。 あサブ赤でジョータロウ当たったんですけど、なんかどの動画見てもジョータロウジョータロウジョータロウって書いてあって、ジョータロウはもちろん強いけどさ、違うじゃんって思っちゃって、こうなりました。えーとね、ここは上にいたいんだよね。リッパーちゃんを使ってあげたいから。ただ、次に動くのが下なんだよね。いやー、言ってられんな。言ってられん。いや、言ってられるわ。ごめん、言ってられる。ここは妥当な上下分けでいきましょう。これ多分、ゲージ切ったら上いっちゃうな。下勘で。 次の。あ、いいね、いいね、いいね。メタジャニギン頑張ったわ、最低。うーん。うまいこといかないわね。まあ、とりあえず、バリアのおかげで混乱を防げました。これ、暴れ打ちだな。最低限触りたい、最低限。最低限触って暴れ気味に。いやー、すげーや。全然求めてね、動きをする。そこに痺れる、憧れる。そこに痺れる、憧れたのはいいんだけどよ。次元じゃあ、願い。 友情コンボプラス殴りで超強い。そう、ブロック内でしっかり動ければ、リッパーちゃんの火力は、はっきり言って最強クラスです。だってこいつ殴りえ友情杖で、弱いとこないんだよね。SS 買えば無理やり触りにもいけるし。マジ神かよ。アジンか。よし。下はな、キラー対象じゃねえからな。ああオッケー、OK、ナイス。その一発がでかい。で、立っちゃう一回解除で動くか、これは。 いや解除ムーブは次のそうだね次でいっかまだそこまでターンが忙しいわけでもないからやっぱだめだ解除しとこう解除してちょっとひだめは痛いけど我慢でここできっちり倒していけば問題ないでしょう OK クリティカルナイス回復もありがとう はい。そしたら、ステさんやっていきましょう。捨てさんに関して言うと、今現状リッパーちゃんの場所は悪いです。そう。初手何もできないマン。初手何もできないマンだな、これ。SS 使えば殴りに行けるけど、ここで使うべき SS ではない。だから私がするのはよくわかんない縦勘と思いきや、これだえっとね、この子次登ってくるんよ。登ってきた時に、この狭間にこうやってね、キャラが1体いると直で挟まりに行けるから、 標準合わせてね、狙いに行けるっていうメリットがあります。で、これは普通に行こうか。ハマりに。いいね。アッポージキラーがついてくればもっと軽くが伸びる。で、今からアッポージキラーのところに来てくれるから、次か。そのタイミングだね。いや、出すなし。そこ出されたらさ、痺れんじゃん。オッケー、次。これで登ってくるから、 リッパーじゃいけるかこれちょっと下に下げられたなその辺ちょっとやらしいわねああギリあとで触ったんかこれまたリッパー殴れるからそれでよしとし,しようリッパー火力増し増しでぶん殴りますはい強いマジでさリッパーがアンチブロック持ってさリッパー一強だよねただまあそれ言っちゃったら状態の方が強いかいやーどっちだろう タ太郎もね動画で見る限りはバケモン急に通あごめん喋ってたわプチシンプはいじゃあホワイトスネーキやっていこうそしたらねとりあえずザコ削っときたいんだけど削っときたいんだけどこっからいい弾き位置がわからんな友情一回拾って下のセットはまりに行きたいところいや抜けたかあいいねいいねいいね きっちりキラー対将倒しに行ったわ。やる気を感じた。混乱ガード完璧。そしたら次で、えー、っとね。ま、雑魚削りかなメ目立ち。アンドロメダがね、火力で言えば一番低いからね、この中で。あ、これ別に紋章がね、闇には付いてるわけじゃないのよ。はい。こんな感じです。触って帰ってきて、はまる。いや、はまれんか。 しゃあない OKOK でリッパーちゃんで次に次の次に混乱か次の次に混乱だからもうこれちょっと削りにいこうちょっと削りが弱いいやそこでハマるまあ強えけど思ってたよりは削ってくれた さあちょっっと違うな、思ってたのとはこれバリア欲しいな欲しいけどまあでも HP に余裕もあるからいっか友情コンボで殴りに行こういやこうだなここいやー、微妙かでも友情コンボだけでこんだけ削るメダちゃんは優秀ですメダちゃんじゃないごめん立派はい食らったこのダメージがでかいんだけどもだここで状態上回復を振りまいて 8000 833 24, 24、24000次に大した攻撃がしてこないけど痛いことは痛いぜ。だね。ただ、メダだけでも回復させてあげれば次回復で動けるから、ここね、即死までに結構ターンあるんですよね。やべえ、やっちだ。OK、でも回復。ありがて。で、メダの回復もかかるから、ダブル回復でなんとかなる。メダ回復してる場合じゃねえかもな。 これ SS ダメージ出るかなあんまり期待値高くないけど打ちます出るわああ十分十分十分しかもバリアもくれた神かよくんなかったわはい OK 俺もそうそう数えるわで城太郎がいないけどもでここここねマジペンペンさんの感謝ペンペンさんの動画見たんですけど、えー、初手で行きますマジつえここね4ターン即死っていう結構えげつない設定なんですよねそこまで弱点殴ってないのにこの削りこれならそれなりに余裕を持って動けるぜ俺でも OK、ね、さあラスゲうん目だハマってんな SS 買うのは待った方がよかったかもまあ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 いいや OKOK その位置でリッパーはある意味でかい これもなハマってるくさいんだよね出るためにいやあまあ、17だしな上で暴れりゃそれだけで軽くが出るはずうんそれなりだなでこれ今全部割られてバリアバリアもらっちゃったか遅延かけとくかけとくかこれは。 SSSSS SS SS 行くからこれやるとねテンション倒しちゃうんですよバリアターンを失うただリッパーの火力は本当に優秀だなおいはい OK で逆サイ行ったけどアッポジキラーが乗っかってんなら多分横管でも相当稼いでくれるはずただこいつ混乱してんだよねそこがデメリットもしこうやってこっちに戻ってきたら多分死ぬ 池今回の主役いや優秀かよ勝ったなはいご視聴ありがとうございましたハム太郎でございます今回は私ねこの編成やらせていただいたんですけども素直にジョータ太郎持ってる人は城太郎の方が多分強いですだって城太郎知恵持ってんだもんあれずるいわまあ室川とか漫画面白いかもねじゃバイバイ でちなみにここのクエストの報酬なんですけど俺もすでに知ってるのよののるうえアニメ一家のラストを飾っていくこれネタバレじゃないまあその辺は書くのでやってるかそうあのね称号オーブだけまあ本当だからやりたい人はやってって感じかな じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。やれやれたぜ。ジョー太郎、俺持ってないんだよ。え、ちなみにガチャ券、全部当たんなかった。<laughs> バイバイ。